ハイバービー。ハイバービー。You say yes, I say no. You say stop, and I say go go. Oh no, you say goodbye.まあ、俺ら3人の関係性っていうのかな、うん、この「ハイバービー」で始まったけど、はい、これがまあ肝というかね、うん、俺ら3人がこうでも3人がこうグッとこう仲良くなったきっかけってでもなんだっけ本当にでも「ハイバービー」の映画を見に行ったじゃん、はい、だってタイトル「ハイバービー」だっけ映画そもそもえあれなんだっけあれなんだっけバービーだよねだからバービー人形のあれをこうの世界をっていう映画を、うん3人で見に行ったんだよね、はい、でその前にまずハータビが思い出したよ思い出してこれやなんだよこれモード入ったら、ね、思い出して思い出して会話ができないんだだよいいよしゃべってだからそのバービーを見に行く前にまずお前が、はいコーヒーカップ乗りたいコーヒーカップを乗りたいで、俺と信子がまあネタ終わりに行って、はい、で、ちょっと遊びましょう、うん、コーヒーカップさんに乗りに行きましょう、うん、で、どこに行ったんだっけそうど東京ドームシティそうかそうだね、行って、で、そこでまあ、まあ、遊園地楽しんで、で、その後にまた映画も見たいからっつって、うん、映画見に行こうじゃあ何見るっつったらバービーのなんか映画があったから、うん、いやそんなもんお前ら女はいいけどね、うん、女の子はいいけど、うんちょっと俺としてバービーをね楽しめるかなと思ってまあ見に行ったわけ、はいうん、まあ面白かったよねめっちゃ面白かったですよねまずそのバービーのその映画が始まってバービーの世界っていうところからバービーの女の子がこう来て、はいまあ、いわゆるバービーの世界のところで他の人形の子たちとかねが来て挨拶なんでね挨拶で他の人が「はいバービー」って言ったら「はいバービー!」っていうのがあるんだよね。そう主役が主役がこうバービーでっていうのを本当に冒頭体感よ、うん、体感40分ぐらいやってたっけど、はいバービーだけの映画が、うん、俺このまま終わんのかなっていうのがあって、まあ自然と映画も楽しくて終わってから、はい、楽しかったななんて。そしたらもうこの掛け声が、うん、当たり前なんでね誰かが言うとやるみたいなね、うん、はいバービーはいバービーっていうね、うん、どこにいてもそう信子さんがすごいねその日あ、なんで信子さんがすっごい喜んでたことがあったじゃないですかえ、何喜んでコーヒーカップ乗って、うん、コーヒーカップ乗ろうと思ったら信子さんがあのジェットコースター見つけてそうそうそう俺らはジェットコースター苦手はいハイバービーそうマジで楽しかったねジェットコースターにのぶこさんがもう見つけてしまったっ私ほらもうジェットコースター思い出したらすぐこれだけでだからお前さその見てる人にまず説明しないといけないからわかったわかったラジオでもね話してくれてそうそれの結構面白いことがあったんだよねいろいろねなんかこう具悪くなったりとかね、うん、なんかいろいろあったじゃん結構なことがいっぱいありましたよそれをラジオでなんかパーティーちゃんのラジオで話すっていう時にな楽しみに聞いたらそう超くだらん回みたいな感じで扱われ方してあれはロケだったらめっちゃ撮れ高ありましたもん、ね、めちゃくちゃあったよじゃあそれ今日話そういや話そうじゃないよ本当にもう今ようやくして話したよなそうですあれが楽しかったあれぐらいの会話をしてほしかったのハイバービーハイバービーそうでしょいや私がジェットコースター中に力グッて入って、うん、もう手が固まって動かなくなってベロもつってこの状態で到着してはいレバー上がりますあってこの上がってもうそこまでじゃないですか確かにそのさ、スタッフさんにさ、ベロもさ、つってるからさ、手が腫れになっちゃうじゃん手が腫れてませんスタッフさんとうちで、こうやって腫れそう、そうこれが棒立ちかこの状態で荷物持っためちゃくちゃ楽しかったのにさ
俺も思い出して泣いてるよ。泣いてんだもん。でその日さ、その横でさ、うちとハータミンで後ろで大崎だったんですよ。ハータミンが手が動かないって、うん、この走ってる時に言っててさ、こいつやばいよと思って大崎の方向いたら目ん玉飛び出た。じゃあメガネ外さないといけなかったよ。全部ね、ジェットコースターとかで外さないといけないから、こう、ほんとこれでこう乗るんだけど、ほんと、誰って感じやし、目がものすごく出てくるんだよ。なんか、でも空気でまぶたがグッて後ろに全目玉出てた。そう、全目玉出てたって言うけど、全目玉出るわけがない。すごくなんかそれをキラーフレーズとしてお前言ってるけど、いつも。出てないけどね。っていうぐらいのね。ハイバーリー、ハイバーリー。その後カツ食べて、ね。あ、そうだ、カツ食べた。カツ食べた。あ、食べた。そうだ。あんたのおすすめの。そう、俺のおすすめ行ったところで。グルメですからね、おさきさん。そう、俺グルメなんだよ。そう、いっぱいしてんの。これでも俺がさ、こうご飯ちょっとこう行く、うん、なったけど、うん、俺が連れて行くと結構本当美味しいでしょ。え、美味しい。マジで美味しいです。でしょ。はい、あ、そっか、あとやりたいホルモン屋さん。あー、美味しかった。めっちゃうまかった、あそこ。言うなよ、バレちゃうから。そうだ、俺の美味しいとこバレちゃうわ。あと鶏のたたきのお店。おー、言うなよ、バレちゃうか。あと、あれあれ、うん、あの、うんこを煮たやつのお店。うんこを煮たやつのお店。ゆえゆえゆえ、それそれ、なんでなんで俺、うんこを煮たやつのお店連れてきたんか、俺。あとあれ、どこがグルメやねん。チンコを炙った店。いや違う、言え、俺チンコ炙った店連れて行ってたんか。すごいな。はい、バービー。はい、バービー。もうやめん、これ。あれやりたい。はい、バービー。あ、そうだ。え、このはい、バービーという掛け声で絶対やるという遊びから派生して、うん、そんなことを作ったっけ。やったよ。やりましたよ。やったよ。あ、あれね。はい、バービー。はい、バービー。はい、バービー。ハイバービー。これ何が楽しいの。これ何が楽しいの。いや、これいっぱい作っていきたいです、私は。あ、作っていきたい。だから、はい、バービー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 とか出てる。ああ、なるほど、ね。いいものリズムだしょ。はい、バービー。はい、バービー。はい、バービー。お前、ないなリズムか。俺、一発で分かるわ。分かるでしょ。じゃあ、ここ二人で一回やってみよう。はい。バービー、はい、バービー、はい、バービー、はい、バービー。分かってないじゃない。分かってないじゃないか。なんで私3回言ったんだよ。ちょっと正直なんつもり。なんでえなりかずきみたいなやつ。あんた分かってないじゃないか。何も分かってないじゃないか。なんでえなりつこ。なんでえなりつこみなの。分かってないじゃないか。もう一回やろ。できるから。できます。うん。わかりました。はい、バービー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 。なんかな。あそこ、あ、それね。はい、バービー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 。で、はい、バービー。じゃあ、いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、バービー。え、どっちどっち？今の面白いと思ってやったの？はい、バービー。はい、バービー。何やってたの？女に突っ込む。男なんだったらね。面白いね、やっぱり。え、そのもういいよ、それ何回もやらないでよ、おっさんからさ。やきもちじゃん。やきもち焼いてんだ。やきもちじゃねえし。やっぱ。あ、先輩なのに。やきもち焼いてる。喧嘩やめろって、お前ら。え？喧嘩、もう喧嘩するなんて、もうあっち向いてほいで決着つけろ。最初はグー、じゃんけん、ほい。あっち向かない。じゃあこっち向きます。あ、そうですか。じゃあどうぞ。え、何ですかこれ。ピザだ。ピザですよ。ちなみにアボカド付きです。アボカド付き、失礼します。キャー、インディオブジョイトイモドキモデル。そうです、インディオブジョイトイモデルでいいです。ちょっとちょっと構わないでくださいよ。いった、肩脱臼するとこでしたよ。え、ってことは手前ってことですか。はい、突き指です。腕じゃど。違うじゃん。ねえ、違うじゃん、もう。かいじゃないの。だってかいであっち向いてこいで。最悪。だってさ、この空気に耐えれなかったの私だ。そんな。
え、自己紹介したら航空機誰の方だ、私だじゃあ、ノリは忘れんなよ、ちょっとごめんなさい、マジで、ほんと腹立つわ、これうまくいかんな、このあっち向いてほいが、ね、長いんだよ、で、なんかさ、これ毎回違うからさ、うん、決め打ちじゃないじゃん、確かに、なるね、だからできないんだと思う。でこの3人で結構飲んだりするけど、はい、飲んだりした時とかに、うん、今よくねノリを決めたりするじゃん、うん、でこれ今のさっきのやつも、うん、じゃんけんしてあっち向いてほいで、あっち向かないでわーってこいつがちょっと長いことやってなんとかあーいって言ったら飲む子があっち向いてほいで、ま、負けるというかみたいな面白さをやったんだけど、うん、確かに長いもんな、うん、新しく作り短くした、あ短く、あ、あと、あと負けんなよ、思った。お前が負けたらお前があっち向いて放置することがなくなるからな。分かった。あ、ね、喧嘩じゃん、ね、やめてください喧嘩。いや、なんお前何、うわ、マジじゃん、めんどくさい、イラってすんなよ、お前してない。じゃあ、そんな喧嘩するんだったらあっち向いて放置決めてくださいよ。かつくわ。じゃんけんぽい、あっち向いて放置。え、向くと思ったの？ふざけやがってバカだよね。向いた、向かない方の勝利なんだよ。そうさ、俺は勝利だー。あっち向いてほい。あまあ俺ほら、グルメや。え、記憶なくした。え、すげえ。カットした。自分の中でカットしたんでしょ、今。いやでもさ、うん、この、まあ、3人で、まあ、仲良くしてるこのきっかけっていうか、うん、お前ら2人がもともと仲良かったわけでしょ、はい、まあ、そこでほんとたまたまあのちょっと遊び行った時に俺がいて、まあ、意外と3人楽しいよねみたいなで仲良くしてるけど、ここの2人のつながりというか関係性はどんなところからスタートしたの、うん、あれだ、なんかうちが事務所で、なんか旧事務所ね、でなんか予定があって仕事で、うんうん、そしたらその時に多分なんかフライデーかなんかやってたんだよね。そうですね、アシスタント MC やってて、うん、そう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 、でその前に多分ミスター大冒険さんの伊福さんのストーリーを見て、のむこさんわざわざ LINE くださって、おあと面白いじゃんみたいな感じくれて、それがもう初めましてぐらいの感じだって、そうそうそう、ね、でその1週間以内とかにそこのライブ会場をお会いする会があって、うん、でなんかチュランペットさんが MC だったんですけど、うんうんうん、え、のぶこいいんじゃん、のぶこいでよみたいな感じになって、うん、なんか登場してきて、そこで絡んで、うん、あ、舞台の上で、舞台の上で、おで初対面が舞台の上でしたよね。あ、そうなんや、そうなんだ、で、なんだ、そうなんだ、そうじゃないの、え、そうじゃない、え、そうじゃないの、え、そうじゃないの、え、誰、え、誰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 、え、ちょっと待って、え、誰、誰、誰、え、誰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 、何これ、誰、え、何これ、え、これ、あ、これ、こうじゃない、え、こうじゃない、あ、あー、ハタミンだー、やめようよ、グルメですよ、グルメですよね、グルメの、お前も、お前もなくした、嬉しいんですよね、大崎さんにも紹介して、そうだよね、大崎さんが美味しい、ハイバービー、ハイバービー、大崎さんが美味しいって言ってくれたらめっちゃ嬉しいんですよ、うん、まあね、でもまあまあ確かにそのご飯をね、あ、だから一回連れてお前が美味しいとこ行ったんだよな、そうです、そうです、中野の、中野で麻婆飯、そうだ、まあ、めっちゃうまかった、美味しいし、めっちゃうまかった、でそれを2人が褒めてくれてめっちゃ美味しかった、あ、そうだな、ちょっと待って、グルメの話にまた戻るのうちさ、出会いの話やりたかったさでもな、もうグルメ戻ったばっかり、マジもう話せないんだ、え、でもいいよ、ほんと2人が出会いはどんな、うん、それでやったことでしょ、舞台で、その後さ、みんなでご飯食べた、そうですね、で、その帰り道に原宿から渋谷までを、うん、なんか20分とか15分で行けるんですよ、そこを3時間かけて、そう、帰って、笑いすぎて、うちが、うん、もうずっと動けなくなって、あとおしっこ漏らしまくって、すぐおしっこ漏らす、笑いすぎて、おしっこ漏らすな、ほんとすぐおしっこ漏らしますよね何だおしっこ漏らすなんかすぐおしっこ漏らすからかわかんないですけど、なんか犬とかすぐ寄ってきますよね、ここにね、はい、乾杯はい、ね、乾杯飲む、ね、常に持っとこうぜ、俺ら3人、俺ら3人が舞台とか一緒になるときに常にこれに持っといてなんかわーってうまくいかんで、ああ、そうなのって言ったら、はい、乾杯、あ、いいかも、音もいいですね、はい、
え、これもらおうじゃん。そうな、これいいかもな。まあね、でもそういう2人がそれでも楽しくて、で、そこから結構仲良く、うん、そっからですね。でも、信子さんがご飯誘ってくれたりとかして、うん、そう、飲みにも行き出して、で、まあ、俺ら入ってみたいな。じゃあ、僕、ハチさんはどのタイミングですか？いやいや、だからもうあの、あ、これですか？コーヒーカップ、いや、もちろんここには知ってたよ。ああ、そうか。そのお前と絡みもあったし、はい、うちはだってずっと大崎師匠って言ってるし。そうですよね。そうですよ。なんかやっぱ信子さんは大崎さんに対しての時は、うん、ほんとなんか妹みたいな感じになりますもんね。あ、妹？え、うち？うん、え、マジで？かわいい。え、妹の色着てるけどね。何やそのツッコミ。いや、これやめて、これなんでこうやって頑張るんですか。なんでそう頑張すんの。ここでいいじゃん、こうやって頑張るんですよ。まあ、でもそうか、後輩というかね、うん、そうですね、うん、ちょっと待って、え、結構たわしゃべる。この3人を応援したいと思う。ワイングラスファーンってケラケラじゃないんだよ。まあいや、このまあ言うたらこの回っていうのはハイバービー回っていうのかな、はい、その3人の回は一応タイトルはしてるけど、はい、ちょっと今後まあ言うたらその3人で仲良くしていく上でさ、うん、こうまあ、どんな風になっていきたいかっていうかね、いわゆるこのハイバービー回を、うん、っていうふうにのはちょっとここで決めるというか、うん、話できたらなーなんてちょっと思ってはいるんだけど、はい、なんかさ、テレビとかでさ、うん、なんかあの仲いい芸人がなんかさ、うん、こう特番ちょっと一瞬持ったりとかさ、うんうんうん、あるじゃん、うん、あれやりたい。ああ、番組で。そう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 、なんか前ね、確かね、うん、チョコプラの長田さんと、うん、誰だっけな、向井さんだったかな、パンサーの、うん、がなんかの企画ちょっと一緒にやってたの、もうずっと仲良くって、うん、もう若手時代からずっと遊んでてみたいな、うん、2人がちょっとなんかやってて、うん、エモっ！って思って、なるほどね、やりたい。だからこんだけ仲いい、こう、まあ、仲良くしてた3人がこうテレビとかで一緒になるみたいなのが、うん、まあ、夢みたいな、うん、あー、まあ、あのマローン、マローン。マローン、マローン、マローンも言う答え、マローン、マローン、マローンは、マローンって言われてんだ。マローンはなんか YouTube チャンネルでも3人でやったら面白い。あー、ね、いいかも、ね、でも誰が編集してくれるの。だから本当にこの3人のこの今のこの会話とか、うん、このやり取りみたいなに賛同してくれる人がいるかどうかや、うん、そうですね、うん、まあじゃあこれが流れたら、うん、もしかしたらすごい来るかもしれないし、でもまずさ、まず、まあ、これ今、うん、こうやって撮ってくれてるこの2人いるじゃん、はい、に聞いてみようか、はい、ちなみに3人がやるって言った時に、うん、こう YouTube とか手伝ってくれるかどうか、うん、まあ、一番知ってるやつだから、はい、ね、うん、もう絶対やりたいですって感じだったら、うん、それが一番いいです。確かに、ちょっと聞いてみて。え、ね、もしさ、うちでさ、ハイバディっていう YouTube するとしたらさ、なんか編集とかやってくれる？俺は絶対だ。ああ、珍しい。これ、ちょっときついです。ああ、なるほどね。なるほどね。三人むず。三人むず。まあでも確かに、俺も、まあ、どっか番組で一緒になるっていう感じ。よりは意外と3人でこう YouTube なのか何なのか、うん、せっかくね遊んだりするのも、はい、確かになんか発信できたら、うん、確かに、まあ、気軽にね。そうですね。そのなんか固く、うん、そのするとさ、なんかこうビジネスのつながりになるやん、俺ら。確かに。やだ、絶対やだ、絶対やだ、やだやだやだ、しようって言ってないよ。今ビジネスのつながりしようって言ったら今ぐらいだだこねていいけど、来てないんだから。まあね、だから3人で、まあそれはでも やっていく。でも YouTube やりたい、 YouTube とかやろう。まあだからこれを動画出してね、うん、まあ、発信した時に、うん、はい、反応を見ていいんじゃない。はい、そうですね、確かに、うん、その上でね、うん、うん、まあでそれがなかったとしても俺らの絆は変わらない。はい、そんなんでいいのかな、うん、俺、うちらの時代は変わらず、うん、
続くでいいのかな。いいや、続かしてか。ハイバービーやりたかったんだけど、ちっちゃい声で続かしていこうってめちゃくちゃ変なタイミングで3人むずっ。ちょっと恥ずかしい、やだ。ケンニョオバマや。ケンニョオバマ、ケンニョオバマ。なんで昔の大統領でケンニョたとえ、どこに繋がるの。なんで、まあね、そんな感じでやっていきましょうか。やっていこう、はい、ね、ハイバービー、ハイバービー、ウルミYou say goodbye, I say hello.